あなたの唇が欲しい。はい、もうどうでもいいことですね。はい、お久しぶりじゃねえや。なんでお久しぶりなんだ今。おかしな話で。ブルーホースです。いつもよろしくお願いします。バイオハザード4やっていきましょう。この泣けるぜは多分エイダに対してじゃなくて、なんかよくわかんないことばっかり言ってるこの実況者に対して言った一言ではないかなというふうに思いますけどね。はい、とりあえずもうなんかサドラそこら辺のさどうでもいいやつとの会話もムシムシということでね、ついにまあなんかよくわかんない20歳のおじいさんを倒したところからスタートですね。孤島にやってきましたんで、まあチャプターね5というところに入ってきまして、まあここをね全部クリアすればバイオハザード4は完結ということですね。まあね、なんだろう、やっぱり無限武器を手に入れたんで、まあ、ストーリーとしてはね、もうサクサクっと進んでいく感じなんで、まあ別に見どころがあるっていうわけじゃないんですけど、まあ気持ちよさをね、まあ、求めるということであれば、やっぱりロケランとかね、シカゴタイプラでドカドカボンボン打っていく、まあ結構楽しかったりするかするんですけどね。ちょっとね、最近ね、まあなんだろうな、大企業っていうのかな、あの会社は。なんかね、ちょっとまあ腹立つって言ったら変なんだよ。まあ、腹立つ。おっぱい。腹立つな。ことっていうのがなんかあるな。なんだろうな。物覚えの悪い人って本当にイカれてるなって思うんだよね。別にその、なんて言うんだろうな。賢いとかバカとかっていうんじゃなくて、単純に覚える気がないっていう人っているじゃない。時々皆さんの周りにもいません、こいつ何回言っても覚えねえなっていうの。それってまあもちろん伝える、そりゃそうだよね、そりゃそうだよね。なんとなくそうなる気はよいかもしれない。どっちのマシンガンの方が強いか見せてやろう。結論、斧が一番強かった。ちょっと待って。はい。そういう話はどうでもよっけですね。そういう話はどうでもよっけですね。まあもういいか、もうなんか話そうと思ってたけど、まあ皆さん、何の話って、ちょっとムズムズして終わっといてください。違う。いや、なんかね、まあちょっと、なんか今年の1月くらいから、新しくね、仕事を、なんかその部署が変わって、新しくそのうちと、まあ、対応するまあおじいちゃんがいた、なんか再雇用なのか、もう定年間近なのかよくわかんないんだけど、なんかね、勝手に見積書の名前を変えて注文書を発注してきたりとか、それからなんだろうな、なんかいくら言ってもそのこういうなんていうの、研修やりますとか、こういうね駅もやりますみたいな話をした時に、全然その内容を理解してないというか把握できてなくて、何回も聞いてくる人がいるわけですわ。でそんな風に聞き返してくる人って他にいないんですよ、そいつだけなんです。ってなったらもう明らかにそいつが理解力がないのか、本当にもうストレートになるバカなのか、まあ、それとも単純にね人の話を聞かないのか。でおそらく後者だっていうことがこの間分かって、なんでかっていうと、ちょっと別件でその会社に行くことがあって、まあ、違う担当者と話したら、いやちょっとなんか来られるって聞いたんで、とりあえず顔でも見せとこうかなって、なんでそんな上からなのって思ったんだけど、なんでそんな上から言うわけ、貴様がみたいな、大した理解力もないくせにみたいなね、っていう話をしてたんだけど、まあその時にね、全然ね、なんかいろいろ向こうが一生懸命喋ってくるんだけど、こっちのね言うことはもう一切聞かないで、なんか自分の喋りたいことだけ一方的にベラベラ喋るみたいなね。だからなんかこの間1ヶ月くらい前かな、ねちょっと残念なこと、上島竜兵さんが亡くなった時期くらいだったと思うんですけど、それとも全然別の話なんだけどね、別の話で誰だったっけ、脳科学者茂木さん、茂木総一健一郎総一郎さんだっけ、がなんか老害っていう言葉を使うやつはバカなんだよみたいなことをなんか話してたけど、まあまあね、どっちかというと茂木さんの年齢的にはね、老害って言われる立場だから、なんか言い返したくてそう言ったんじゃないかなって勝手に個人的には勘ぐってるんだけどね。だってさ、ほらニュースにも書いてあったけど、ユタボンだっけ、ユタボンが老害って言葉を花輪に対して向かって言ってたじゃんみたいなね、40代半ばの花輪さんに対してですよ、そのまあどうでもいいんだけど、
けどね、そしたらあの彼の老害の使い方は正しかったというか、まあ、こうそうした、なぜならヘアドネーションっていう言葉がなんかあの世に広まったからとか、ね、めっちゃ論点ずらしてんじゃんと思って、あもうこの時点でその老害バカだって、老害っていうやつはバカだって言ってる茂木さんがバカなんだなっていうことがまあ露呈されたっていうね、いう話なんだけど、もうこうそれに関しては、まあ、今回その僕のそのね、あのバカに関してはもう老害って言葉を使ってもいいんじゃないかなっていうふうには思ったんですけどね、まあ、あんまり人のことを、ね、小バカにするような動画を上げてたら聞いてる皆さんも気持ちよくないかもしれないんだけど、なんかなんとなくわかるわーっていう方がね、共感するわーっていう方がいればそれはそれで嬉しいかなっていうのは、ただそれだけの話ですね、うん、そうそうそう、いやーまあでもさ、結局なんだろうな、向こうも向こうで多分ね、僕がこう気づけてないところに対するモヤモヤとか苛立ちとかっていうのは多分感じてるんだろうね。お互いがお互いで気持ちよく仕事ができる環境をどう作っていくかなんていうのはさ、相手のことなんかわからないわけだからさ、うん、ね、近くにいる家族でさえさ、何を考えてるかわからないなんてことはよくあるじゃないですか。一歳児何考えてるかわかんない、本当もう謎の行動が多いで、謎のことで泣いたり、謎のことでキャッキャキャッキャ笑ったりね、まあ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 、一歳なんかはねもう本能しかないから、うん、理性なんてものはねまだまだないからね、まあ、そこはねすごく可愛いあるなと思ってるくらいなんだけど、うん、まあそれはいいとして、まあでもね、僕別に嫁さんと仲が悪いとかそんなあれじゃないけど、やっぱ嫁さんもね、嫁さんね賢いんですよ、結構いろいろ考えたりするんで、でね、あの地頭で言ったら多分ね僕よりもはるかに賢いんで、まあ僕がね大したあの賢さを持ってるわけじゃないから、僕が大した賢さを持ってないとかと比べても比較しても、まあ、世間一般的に考えたら相当高いレベルなんじゃないかなって自分の嫁さん自慢するんですけどっていう感じはしますね。だから、ね、逆にね賢すぎて僕が多分追いつけてないと信じたですね。何の話だって、なんかよくわかんないのろけ話みたいな、のろけてもないけどな、うん、まあでもやっぱり相手のいいところを見つけるっていうのは、あのなんて言うんだろうな、そのな、うん、あやばい気がする、いやだよねだよね、なんで引っかかった、なんで引っかかった、やばい、ちょっと待って、ちょっと待ってね、あの皆さん今日の動画の冒頭で私が何をお伝えしたか覚えてらっしゃいますか。サクサクプレイするって言いましたね。どこがって話だよね。やばい、OKOKOK、 よし OK、 よっしゃ、でそうそう、相手のねやっぱりねいいところとかをね、あの見つけるっていう努力をする方が、そのまあもちろんその褒めてもらう側も気持ちよくなれるっていうのもあるんだけど、まあ、もう一方でねやっぱりそのなんだろう、相手の嫌なところとかね良くないところを探そうとするっていう心を持ってしまっていると、やっぱりねあの自分自身もね結構ねすさんじゃうところがあるから、そこはね、うん、おお危ない危ない、ここはねやっぱりいいところをね探す努力っていうのをしてあげた方がいいかなと思いますよ。自分が嫌な予感がするですよね。こんな敵出てきたっていうか、いや蹴ったところでんや、はい、よいしょ、じゃあ進んでいってとりあえずゆっくり、あーもうまたなんかもう危ないの持ってる、はいはい、じゃあこれでちょっと、まだ生きてんのか、しぶといな寄生虫。後半になってくると寄生体を持ってるねクリーチャーのなんか体力がめちゃくちゃ上がってくるっていう気がするんだけど、まあまあもともとそうか、そんなもんかね。やばい、ちょっと最近本当に体力の限界値を迎えようとしている。嫁さんと共にね、なんか新生児の頃よりも娘ちゃんがね、まあちょっとパワーを増して大変になってきている部分も正直あって、まあなんだろうな、ちょっとお互いにね、まあ、特にその一日中相手をしてくれてる嫁さんなんかがちょっと限界値を迎えようとしているところ、そんな中ね、じゃあこんな実況撮ってる暇があったら、
あの嫁さんとなんかね、あのやる子供と遊んであげろよっていうところなんですけど、今ね嫁さんと娘ちゃん寝てるからね、さすがに寝てるところでね、あの遊ぼうぜとかって、そんなクレイジーなことは僕もできないからね、まあそんな感じで、ということで、あ、来たね、来た、うん、ういたまにはなんか狙いじゃ、なんかムカついたからもうドドッ、きれいに打てたかなと思ったらさ、なんか間違えて一発多めに打っちゃったら、もうなんかそこで妥協しちゃう。じゃあ、このチャプターちょっと長いんで、どうしようかな。アシュリーちゃんのモニターを見たところまでにするか、もしくは、そうだなぁ。うい。うい、うい。なんかいろんな敵が孤島に出てくるけど、このガスマスクにハゲのタイプが一番怖いかもしんない。なんか見た目的には。じゃあ、とりあえず、アシュリーちゃんのモニターをくぐり抜けて武器商人のいるところまで進んだら一旦終わりっていうことですね。うい。こいつどういう思いでいたんだろうな。これなんかさ、あの目の前、そのこのロッカールームが立っている目の前になんか15分くらいいてたら、もう中でうーって死ぬとか、そういう小ネタがあったら面白かったんだけどね。まあそれはないみたいなんで。ういふい。なんで急にさ、この世紀末みたいなやつが出てくるの？どん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 びっくりしたのか。世紀末が突然したかしら。はい。こちら何食ってる？本当に。いや、食事って大事よ。うん。前も話したかな、嫁さんがダイエット決意したっていう話ね。で、まあ、半年くらいかけて3キロくらい痩せようかみたいな話をして、まあ今スクワットとかね、やってるんだけど、まあちょっとその、まあなかなかね、まあ、スクワットと、まあ、これまで大好きだった間食とかをやめたりとか、あとあのコーヒーもブラックよりも砂糖ミルク入れて、まあ甘いのが飲みたいタイプの子だったんだけど、そこも我慢してね、まあカフェインを、まあ、コーヒーで摂取する分にはね、脂肪燃焼効果にもいいっていう話があるから、まあそのことも伝えたら、よし私磨いてる頑張るって言ってくれてるんでね。なんか今日も全然あれだね、話がまとまってないね。いつもなんかこう ストーリーってわけじゃないけど、なんかね、1から10までこんな話、あんにした話してっていうことだったんで、まあ今からじゃあ、なんだっけ、誰だっけ、アシュリーちゃんがいじめられる、まあちょっと、キャッキャ、ウフフのシーンをね、お見せしてね、最後終わりにしようかなっていうふうに思いますんで、はい。ね、これね、これスカートだったらね、白いものがなんか見えるんで、もう全身白いもんね、これね。ああ、やめて、キャーウフ。あ、この角度か。ちょっと微妙に、地味にしか見えなかったな。おじいね。はい、エスターっていう、その、ね、スペイン語がね、なんか、やつを見つけたとか、そんなんあったりとかするけどね。うん。スペイン語ってね、発音はしやすいんですよ。言葉はちょっと覚えにくいかもしれないけど。うん、まあ、ちゅうことでね、とりあえず、もうちょっと進んで武器商人の手前まで行ったら、一旦ね、パート終了とさせていただきたいと思います。ということでね、すごいちょっと中途半端なポジションにはなるんですけれども、最後までね、ご視聴いただきまして、どうもありがとうございました。ぜひね、チャンネル登録ボタンとね、グッドボタンも押していただけると嬉しいかなというふうに思います。ということで、お疲れ様でございました。さよなら。バイバイ。